を撃墜よ。本物か。うろたえるなバカどもが。あったりだ。よく考える。撃墜王は300年も前の英雄だぞ。人間がそんなに生きていられるわけないだろうが。やっても、そうだ、総長の言う通りだ。生きてるわけがない。ふざけやがって。叩きのめしてやる。ひまちゃん、目つぶって。え、いいか。何が起きた？どこだ？何をした？くそ！なんだ！どこだ？奴はどこへ行った？どこだ！卑怯者め、出てこい！総長！どうした？僕はただ歩いただけなのに。さあ返してもらおう。彼女から奪ったカウントを。母親を信じて歩いた5年間を。なんじゃありゃ。暴れてるんですよ、伝説の撃墜王が。よくもこの私に。殺すだけでは生ぬるい。細切れに切り刻んでくれる。おのれ、なぜだ。私は選ばれし男。我が剣を避けることなどあるはずがない。ありえん。我が剣はこのイリリス最速だ。遅い。見切られている。身の丈ほどもある大立ちを振るい、左手にマイナス999ものカウントを持つ伝説の撃墜王。その脚力は人知を超え、誰の目にも止まらぬ動きで敵を斬る。ついた通り名は戦撃の撃墜王。なんて速さだ。でもカウントがマイナス999なんじゃろ。マイナスってことは弱っちいやつなんじゃろうね。あれはですね、女に振られた数。怪我してるのは君の方じゃないか。私は無茶しないで。ご飯必ずごちそうしますから。ひなちゃん、分かったよ。僕は怪我しない。君のカウントを取り戻し、帰って君と一緒にご飯を食べる約束だ。どうする？やめてほしい？やめて。